やっぱ財布って持っていったら犯罪ですよね。ケースバケースでしょうね。お兄さんは逆に、はあ、並んどって、それ荷物で置かれてたと、はい、届けるつもりで持っていっても、テレビ画面上では想定にまさに持っていくとしたら言ってますよね。いやでも普通はこう店員に渡すじゃないですか、忘れてます。ケースバケースめったみたいに店員が前におっても結局ケースに持ってくるから、みたいなね、はあ、ケースに持ってくる人も多々います。もし店の中から店員に届けたらええやんと思うでしょ。はあはあ、でも、そういうことでも一緒やっていう人もよるんですけど、結局警察に、でももう1週間経ってますやん。そうでしょ、3つする今、やってただけで、普通でもいます。ああ、でももう1週間経ってたらもう犯罪ですわ、こんな。求めて持ってくれるようになりますよ、お店で預かって。そうですよ。1週間ね、まあ、これね、店側がちょっと管理が出さないというところもあるんですけどね。例えば、1ヶ月以上前ですよ。例えばずっと、まあ、預かったはいいけども、いやもう僕の場合はあの財布ない事態でもう被害出てますからね。あ、まあ、まず話だから財布の件だけでしょ、被害っていうのは。はい、だからその中にはね、例えば店に届けないんだもんね、ずっと保管したまま忘れとくっていう原因がで、1ヶ月とか2ヶ月半とか経ってから実はこれ探したら出てきましたよって持ってくるケースもあるんですよ。まあでももうこのカード止めたり再発行でそんなんで被害出ますからね、そんだけ。それは落としたっていう、まあ、なくした人のは当然の作業ですので。いやまあまあ持って行った人も買うも分かってるから、それは被害とはちょっと言わないんですね、再発行に関しては。それなくしたらね、あの再発行さなあかんやろうし、いや現段階では財布が出てきてないから、うん、その人が取っていったっていう可能性も方が高いじゃないですか、うん、それもだから、まあ、この業者さん、はい、お願いします。はい、はい、行きましょう。